ね、大きさ違いますね、ヤイちゃんだけね。この子は後ろから見てもふくふくしてるのにこんなんですからね。なんかありし日のくるみちゃんとさくらぐらいの差がありますね。でもね、ミルクのね、飲んでも飲み込んでくれないんです。めんどくさい子でしょ、この子は。ヤイちゃんはめんどくさいでしょ。これひそかにね、私この3匹の中でタラちゃんが一番敵がいいと思われる。タラちゃんね、格好が綺麗だしね、用の飲むせいか骨も他の子よりも太く、まあ育ってる大きさがあれ違うだけでね、意外と一番大きかったのが一番小さくなったりする例もあるので。ちなみにくるみちゃんは、くるみちゃん生まれた時、誰よりもいいわけじゃないですけど、さくらちゃんよりでかくて、ずっとさくらよりでかかったんだけど、1ヶ月目ぐらいでさくらと逆転 してそのままくるみちゃんは成長が止まって、さくらはどんどん大きくなったと、くるみよりちっちゃかったのにっていうようなパターンだったと思いますね、確か。もう寝るんだね。よいしょ。